波や花の模様があしらわれ、綺麗なグラデーションで彩られた車体。普段は山口県の山陰線で運行されている観光列車、丸々の話です。岡山県北での森の芸術祭開催に合わせ、特別に岡山県で運行されることになりました。車内の様子は、美しく洗練されたデザインの車内になっています。こちらの車両はなんと和風のデザイン。そして前のこちらの車両が洋風のデザインとなっています。山口県が日本の文化と西洋の文化が出会った場所であることが由来とされています。まさに和洋折衷ですね。特に洋風の車両は全席が窓側に向いており、県北の緑豊かな美しい景色をたっぷり楽しむことができます。この丸々の話は普段山口県では海側を走行しています。なのでこの車窓から山々や川を眺められるというのは大変貴重な景色かもしれませんね。その土地で出会うさまざまな話を楽しんでもらいたいという思いから、丸々の話と名付けられた観光列車。森の芸術祭開催期間中は、伯備線の岡山新見駅間を走り、沿線自治体の担当者がさまざまな話でおもてなしをするということです。また県北の食材をふんだんに使った特製弁当も登場。森の芸術祭への道中、五感で岡山県北の魅力を感じることができます。森の芸術祭の場所に行くまでに、たらたら移動するのではなく、移動を楽しみながら、例えば車内でお弁当をお召し上がりいただきながら、通常運転しない列車を持ってきて、お客様にお楽しみいただければと思って、運行計画しております。地域の観光スポットであるとか、岡山県北の新たな魅力を発見していただければなと思います。丸々の話は来月28日から10月27日までの土日祝日に運行されます。